どうも、お疲れ様です。では、5年の第10週の相場解説をこれから始めていこうかと思います。まあ、正確には相場解説というよりも、3月6日から3月10日まで、ちなみに10日は、米国雇用統計の発表がある日ですが、この1週間をですね、どのように見ていくのかということを、これからお伝えしようかと思います。まずご覧いただいているのは、月足です。早いですね、もう。今年も10週目に入ってきました。1年間を50週と考えていくと、もうその5分の1が終わろうとしてるわけなんですよ。皆さん、目標の FX での年収ってどのぐらいですか？例えば500万を設定した場合、もうすでに100万のストックがないと、なかなか今年も厳しいよっていう見通しが立つわけですよね。そして、まだそこまで稼げてないよって方、いつから稼ぎ始めるのか、もしくはいつからデモトレードをやめていくのか、もしくはいつから 0.5 ロット、もしくは1ロットという塊で玉を持つのかってことをね、きちんと目標設定してやっていってください。じゃないと本当にね、漫然と過ぎるだけになってきますよ。時間だけ過ぎてやってる気になってね、全然実力が伸びてないってことになります。私としてはまだ皆さんからね、ご質問を受ける余裕はガンガンありますんで、まだまだ余力があるなと思ったら、FX オリガルフも月にお二人ぐらいは募集の枠を作っていこうかと思いますんでね。まだまだ私の方としては、皆さんに力、お力添えする余裕はありますので、ご遠慮なく。じゃあ、月足を見ていきますが、月足はね、一つ前の月足が、陽線が勢いよく出てますよね。そして、この3つの価格帯を超えて、この陰線にたどり着きました。ですので、この陰線が、この3つの価格帯を大きく割って、例えば134円とか133円、もっと言ったら132円に食い込まない限りは、もうこれからはですね、円安の方向に動く、推移するっていう風な形で見ていけばいいと思います。次、週足を見ていきますが、週足も同じような感じです。はい、ずっとね、上の方にずっと突き出てきて、上昇する勢いが強いわけですよ。で、ここから下落に入るのか、それとも、こちらの円安の方向で推移するのかっていうことを考えるときに、今、形成中のこの陰線がですね、どこまで下に伸びるか、もしくはどこまで上に伸びるかで判断することができます。今見ているところによると、まあこちらの水準で推移するんではないかなと、そういう1週間、ひいては3月ということが考えられます。ですので3月は136円、137円、138円の方で見ていけばいいのかなっていうふうに、ここでは感じることができます。じゃあ次、デイリーになりますよ。デイリーだと余計に見えてきますけども、どうでしょうか？一番上のこのライン、135円の556ですけども、ここを今のところ割りそうで割らないですよね。だいたいヒゲを出して上の方に巻き戻っていったり、この135円の556に触れると上の方に跳ねたりとかして、結局は136円とか7円方面に行くんではなかろうかと思います。で、135円も、例えば大きく割ることはなくてね、例えば135円の30とか40ってところにはもう入らないんじゃないかなと思います。なんせ、上昇トレンドの方に入ってきてますんで、いわゆるこう、上げ圧力はあるんですよね。下の方に行くってことはなかなか考えられないかなっていうところです。さあ、こんな感じで、月足、週足、そして日足と、すべてね、右肩上がりというふうに見ることができるわけなんですけども、これを前提として4時間、1時間という、まあ、レギュラーを見ていきますね。まず4時間です。右肩上がりはもう明らかです。ビシッと。その中でも、ここがね、ちょっと横ばい調子に入ってるわけなんですよ。ですんで、ちょっとこのまま下に行くのかなっていうふうな懸念も生じるんですけども、この135円の556を割らない限りは、ここ割ってますけど、急速に引き出して元に戻ってるでしょ。だから、これは悪くて横ばい。まあ、順調に行けば、右肩上がりに進んで136円や137円をマークしていくっていうふうな、第10週を、描いていくんじゃなかろうかと思います。はい。じゃあ最後1時間ですね。1時間を見ると、この下落が起きてですね、もうちょっと早く私の方はね、上の方に向かうんじゃないかなと思ったんですが、思い出していただきたいのは前回、ここにトライアングルができていたってことなんですよ。で、私は上の方に跳ねると思って上に意識を傾けていたんですが、実際跳ねたのは下の方で。で、それに合わせるように、セルで、方針転換をすると、まあ利益が取れていけているわけなんですけども、いつまでもセルの方向に動くとは私は思えないんですよ。なぜなら全時間軸は、先ほど言ったように、押し上げ圧力が効いてますんで、
その時間、そして支配波がですね、この1時間にも及んで、下落をこのまんま野放しにせずに、このあたりで止めてですね、上の方に向かっていく、そんな3月6日、7日になってくるんではないかなというふうに考えます。まあ、ですのでね、3月6日、ここから倍の方に動いていくことを警戒しながらやっていこうかなと思います。全体的にチャートの動きを見ると、まあ、大雑把に、ね、イメージしてるのはこんな感じですよね。こんな感じで、収束して、バーンと上に行くみたいな感じですか。下に行くことはあんまりね、考えられないですけどね。はい。じゃあ、どういう風になっていくのか、3月6日、また午後に、相場解説をしようかと思いますので、もうしばらくお待ちください。